ポール・リッシェ・ポール・リッシェは、フランスの解剖学者、生理学者、彫刻家で、解剖美術家。パリのエコール・デ・ボザールで、美術解剖学の教授で、また、国立医科大学の一員でもあった。リッシェは、サルペトリエール病院において、ジャン・マル・タンシャル校の助手を務め、1882年から1896年まで、サルペトリエール病院の研究所長だった。 リッシェとシャルコーと共同でヒステリーと転換の研究を行い、また医学と美術の関連の研究も行った。1903年にリッシェはエコール・デ・ボザールの美術解剖学教授に任命され、1907年から1908年はフランス医学史協会会長を務めた。彼の彫刻はオルセイ美術館を含むヨーロッパの様々な美術館に収蔵されている。 ポール・リッシェによる人体比例図1890年にフランスで出版された美術解剖学は当時活躍した多くの芸術家に参考にされた。20世紀にアメリカの画家で美術解剖学の教師だったロバート・ビバリー・ヘールによる英語翻訳、編集版が出版された。現在でも美術解剖学の基礎的な書籍として世界的に広く参考もしくは引用されている。 ありがとうございます。